はぁ、暑いっすね。はい、どうも、こんばんは、カズマックスです。今日はですね、ちょっと、で、さっきからの帰りなんですけど、こいつ買ってきました。はい、噂のね、麦がくれたコーヒー気分、麦のカフェ、セバダ。はい、世界のキッチンからのやつ。はい、すごくまあ、今ね、話題になってますけど。まあでもね、前評判は、ほとんど僕、なんか調べて、つか見てないんですよ。どういう感想なのかね、全然知らないです。とりあえず飲んでいきたいと思うんですけど。まあ要は代用コーヒーだろ。まあ麦で作った、ね、コーヒー。どこだっけ？スペインだっけ？どこだっけ？とりあえず、飲んでみます。元が、アグアデセバダっていう、製法なんだね。はい。いただきます。後味すっきりって書いてある。うん。ん？香り完全麦茶じゃねこれ。ちょっと待って。麦茶だな、これ。香りからして完全麦茶だわ。ちょっと、出してみるね。なんか、もう麦茶感が、香りからすげえしてるから、もう見た目も麦茶に見える。濃い麦茶に見える。うん、まあこんな感じ。ちょっと茶色いです。いただきます。麦茶じゃない？え？うん。コーヒー豆不使用。うん。麦茶でしょ。え？どの辺がコーヒーなのかな？うん。いや、完全麦茶っしょ。普通の麦茶より、ね、ちょっとまろやかっていうか、甘いっていうか、まあ、そんな感じがしないでもないけど。うん。今毎日麦茶飲んでんだけどさ、いつものと比べて、まあそんな変わんねえな。コーヒー感ゼロやね。まあ代用コーヒーだからね。今日はさ、あれだ、前に紹介したタンポポコーヒーみたいなもんでしょ。代用コーヒーの一種として、はい、カフェセバダ。大麦なんですね。カフェインゼロ、ほのかに甘く香ばしい。うん、甘い甘い。で、食事とよく、まあ麦茶だからね。まあ合いそうだね。日本人が古くから親しんでいる。子供から大人までみんなが飲める。うん、麦茶でしょ、これ。コーヒーではないね。一切。うん。まごうことなく麦茶です。まあ、まあ美味しいよ。うん。ペットボトルコーヒーにちょっとありがちな変な苦味とかが逆にないから、まあ、本当に麦茶として受け入れるんだったらすごくいいと思います。普通に麦茶として美味しい。うん。コーヒー感はゼロだな、と思います。皆さんどうですかね？これ飲まれましたか？あ、ツイッターの方でも、まあなんか、飲んだっぽい人がいたけど、ちょっとあんまり見ないようにね、してたんですよ。麦茶だね。普通に美味しいね。ちょうど出先からね、帰ってきたところだから、今、汗だくで今、もう、顔洗ったくらいだから。うん。あー、美味しい。めっちゃ染み渡るわ。普通に、美味しかったです。はい。まあ、カフェインゼロ。あ、麦茶って、いや、微妙に、カフェイン、あるよね、お茶だもんね。あれ、あんのか？あ、ないよな、麦茶って。ちょっと待って。ないのか？ないっぽいじゃないっぽいか。あはは、大麦だからな。うん。まあ、ってことは、本当に麦茶だろう。っていう感じでした。まあ、普通に美味しいです。うん。まあ、夏の水分補給として、まあ、いいんじゃない？なんか冷蔵庫で冷やしといて飲みたいですねって感じです。はい、というわけで、まあ、今日のカズマックスのサブチャンネル、麦のカフェセバダ、世界のキッチンからキリンのやつね、紹介しました。まあ本当に普通に麦茶でした。まあ、もしよかったら一回試してみてください。はい、まあ買って損はしないと思います。普通に麦茶として、うん、受け入れれば全然。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。じゃあね。